高倉良は日本中央競馬会の機種。地元である熊本市での馬を用いた祭事に多く触れたことから、馬に興味を持ち小学4年の時から乗馬クラブへ通い始め、中学時には両親に頼み荒尾競馬場に幾度か連れて行ってもらうようになっていたという。中学校卒業後の2007年に競馬学校へ第26期生として入学。2010年卒業。 菅原隆一、平野優、川須義彦らとは同期にあたる。卒業後立東トレーニングセンターの崎山博樹、旧社へと所属。2010年3月6日の第1回半身競馬3日目第5レースで機種デビュー。初騎乗馬はプリサイストップで16頭立ての2着に入選した。翌週3月14日の第2回中京競馬4日目、第6レースのパープルスターで、 初勝利を挙げた。2010年は37勝を挙げ、JRA 賞最多勝利新人騎手の受賞基準である31勝のボーダーラインをクリア。JRA 賞最多勝利新人騎手と中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞した。2011年は2010年を上回る40勝を挙げた。趣味はカラオケ。目標とする騎手は岩田恒成。自身の目標は、 終える機種になりたい。騎場してみたい。競争馬として、サイレンス鈴鹿を挙げている。2012年7月22日、中京記念を、フラガラフ派で勝利し、重傷初勝利を挙げた。2017年5月28日、同年の新山記念を勝利した強兵と共に、日本ダービー初騎場。また、同年12月には、通算200勝を達成した。ありがとうございます。